よし、続きやっていきます。さあ、最終話ですね。またなんか東京であるの？これか。もう、まだか。次回国で乗り込んどるところ見たけども。よく覚えとるわ。どうやっ、天界かと思ったわ。どさくさに曲げて復活したんかと思ったわ。あの手法売ったってことかな。やってくれたな、サタン、青いサタンこと山崎慎之介。あな、400年近くこの二人でいろいろ悪さしててさ、ようこの時代にその敵側にね、なることができたよね。まあ何回も転生しとったらそういうこともあるんかな。サタン様の祈りが終わり、祈り12の時を刻む。これが終わったら東京がガチで終わるんかな。その時暗黒の光が地上に降り注ぎ、世界は崩れ落ち、そして世界闇に帰る。日本だけのことかと思いきや世界レベルなんこれ。はあ、いやなんか世界のなんか本当の兵器とか持ってきたらなんかやれそうな気がするけどな。どうなんやろ、やっぱ霊力必要なんかね。あー、これ少しずつ行くやつだ。これも覚えとる。ねえ。ねえ、牛とら、そうだよね。12。お、第10話。最後の審判。最終話。後ろに見えてんの。突入する戦艦かな。どこかしら、どっか出てくるんだっけ？また、帝劇の地下かな？ね。ショーゲーマルの下にあるってことかな。ね、あの巨大戦艦、浅草。うお、銀座、もうやばいやん、上の。どこもかしこも、ひどい状況だ。はよ、なんとか戦闘。残念だが、聖魔女は復活した。帝都壊滅は、もはや秒の身の段階だろう。このままでは世界の運命も、やっぱ世界レベルな世界レベルな。全員に話聞けばいいかな。こんなことになるなんて、大神さん。なんだい桜くん、大神は大神でなんか落ち着いとるな。私たちは帝都を守ってから守るために戦ってきたのに、なのに聖魔女は浮上してやらかしたもんな。あやめに持ってかれたしね、魔人機。やったっけ、あっとるね、多分これも。結局、今まで私たちのやってきたことは無意味だったんでしょうか。選択肢なんかありそう。ある。逆に質問。上かな。そんなことはない。そうですよね。無意味なんかじゃないですよね。ごめんなさい、変なこと言って。上がらんのかい。そうよ、桜。悲観的になるのは早いわ。他に、今は他にやることがあるはずよ。はい。スミレ最後にしよっか。じゃあ、こっから時計回り。コーラン。それにしても、あの聖魔女ユンは、なんちゅう破壊力なんや。やっぱもうぶっ放したんか。いや、浮上しただけ？あれが浮上しただけで、このありさまや。これで霊視、あ、売ってねえんだ。これで霊視行為の撃たれたら、帝都はどうなってしまうんや。あ、選択肢ない。ある。全員あるんかと思ったら。カンナ。あたいたちは、あの化け物みたいな城と戦おうってのか？あの城から、ものすごい力をビリビリ感じるぜ。マリア。どうします？隊長。考えるべきやろう。いたずらに突っ込んでも、返り討ちにあるだけだ。ここは少し考えよう。誰か上がってくれよ。考えよう言うても、
相手は東京湾いっぱいのどでかい島やで。考えるどうこうなる相手でもならんとちゃいまっか。続くね。やっぱ考えよ。失言したらダメだ。いい考えはないだろうか、みんな。結局、中将が、ね、大戦艦を使う案出すんかな？お兄ちゃん、アリスも一生懸命頑張るからね。みんなが気落ちしてんのに。ねえ、お兄ちゃん。なんだい？あのね、アリスちょっとお、考えたんだけど、案が出ます。あの、聖魔城ってところに、サタンっていう悪い奴がいるんだよね、そう。テレポートで、なんか暗殺してくれんかな。あ。なら、サタンをやっつけたら、あやめの姉ちゃん、帰ってくるよね。これも、一部の展開、やった時みたいな感じだよね。もともと、何、敵の数が多すぎてもうダメだってところを展開やればっていう。それでうまくいったんやから同じ作戦。そうだよ。そうだよ。したかな。質問に質問で返してもな。アリスはどう思う？アリスはね、アリスはあやめお姉ちゃんきっと戻ってくると思う。ああそのサタンをやればってことか。どうしてそう思うの？だってあやめお姉ちゃんはアリスたちの仲間だから。だからきっと、アリスたちに今だけ嘘ついてるんだよ。あやめお姉ちゃん、嘘つくの下手だから、すぐにバレちゃうんだから、けなげすぎる。泣けてくるわ、こんな嘘か。そうだったら、どんなに救われるかな。ただこのアリスが元気なのはちょっとほんと救われたのよ。純粋に、マリア。作戦、ですか。正直言って難しいですね。なんや、マリアハンらしくないな。そうだぜ、マリアだって、もっと花組の隊長だろ？しっかり頼むぜ。お、表情が良くなった。そうね。確かに、聖魔女の守りは、強固よ。だけど、中に入り込めれば、こちらも、こっちでも勝機はあるはず。お、いい案が出そうだ。で、あれで突っ込んでいくわけよ。なんとかして、聖魔女内部に侵入できるといいのだけど。勝機まででも十分侵入で、突撃できそうだけどね。さすがに貧弱なんかな。内部に侵入できればか。スミレ。作戦。そんなこと考えたけど無駄ですわ。おお、もうさっさと行こうって。勝てる見込みのない相手に命がけで立ち向かうなんてごめんですわ。おお、現実を見とるスミレさん。スミレさん、何を言ってるんですか？考えてもみて。敵が現れたから戦うなんてこと、一体いつまで続けるの？私は機械ではないのよ。もうたくさんですわ。いっそのこと逃げてしまえば。正論というか、だって言っても死ぬだけやもんな、今の状態だと。確かに、逃げるというのも戦術の一つね。マリアも。マリアさん。だけど、スミレ、私たちが逃げた後、残された人々はどうするの？帝都市民にとっては、私たちが最後の砦なの。決して壊れていけない壁よ。お、じゃあ説教が始まった。そんな、無茶ですわ。一人では無茶なことも、七人でやれば無茶ではなくなるかもしれない。そのための花組だろ。そうですわね、商品。お、前向きに、お。全員と喋ったら、こうなるんかな。みんな聞いてくれ。実は打つ手がたった一つだけあるのだ。来た。もう名前出していいかな。ミカサやよね。カタカナでミカサやったかな。まあ、過去ね、第二次世界大戦でもあった戦艦の名前よね、ミカサ。我々が最も恐れることは、霊視砲の発動だ。聖魔女は復活したばかりで、霊視砲はまだエネルギーを集めている段階のはずだ。これ真正面から食らいに行かんだっけ？で、その大砲をダメにしてみたいな。はい。今のうちに、聖魔城内に突入し、まだ準備のできていない霊視砲を破壊する。これで勝機は見るはずだ。だが、それしかなさそうですね。徒歩で行くあれもないもんな。でもなんか東京湾のちょっと埋まっとったし、歩いても行けるんかね。
ふもとになんか入り口とかあるんかな。だが、聖魔城はコウモの本拠地だ。どれくらいの敵、数の敵がいるのか、見当もつかん。しかも、霊視砲は聖魔城の中心部に位置しているはず。悪念悪念で増幅されたコウモの力は今までの日ではないのだぞ。この作戦で言ったところで、お前たちの命さえ保証はできない。もちろん、承知の上です。仮にも軍人やからな、そう、命を賭してやる仕事ではあるよな。私たち、いつだって命がけでしたわ、長官。ここは一番の大勝負。この私が逃げるわけには回りませんわ。おー、急に、めちゃくちゃ前向き。何が来ようとぶち砕くまでだ。この拳でよ。そやそや、大振りのとつもりで任しとき。絶対負けないもん。みんな前向き。帝国艦機団は部隊と平和に命を懸けているんです。お前たち。これは感動したやろ。それに長官、誰が止めても俺たちは行きますよ。データは俺たち帝国艦機団花火が守ってみせます。さあ、どんな流れだったっけ、ミカサ使うまで。やっぱ、それを使うかどうかを今迷ってんのかな。長官。お、表情が。わかった。もう止めん。その手で、帝都の未来を、勝利をつかむとってこい。よし、みんな行くぞ。帝国会議だ。出撃。どこ行くん？了解。え、どこ行くん？ミカサは？ん？これミカサじゃないよね。ショーゲームあるやろな。あ、ベッド。ああ、そうやった。そうでした。最後の最後や。ミカサくんの。あれが出るムービーとかはないのか。桜大戦1で唯一の、あれやもんね。ミカサ。あ、セーブかと思いきや。証言丸、警戒区域に突入。右舷前方に聖魔城確認。高度は2001。カンナこんなことできたんだ。そうだ、そうだし。ワンピースでいうジンベイやね。みんな、いよいよ突入だ。おそらく、青いサタンは最後の、そして最強の敵だろう。でも、俺たち絶対に、頑張れ。軽く噛みながらやっとる。でも俺たちは絶対に帝都を世界を守る。そして必ずここに帰ってくるんだ。世界レベルのことなんかこれ。了解。他の国からなんか応援とか呼べそう。そんな時間ないか。世界レベルだ。それしてもいいよね。よし、花組出撃せよ。進路聖魔城。了解。目標聖魔城。おもかじいっぱい。もう連戦やよね。何としても、城門を突破するんだ。手法準備急げ。第一声者？砲撃用意。聖魔城、あの中にあやめさんがいるのか。手法準備完了。よし、目標聖魔城、城門。撃てー！やべえ、思い出してきたわ。そういえば。一マップごとに人が、味方が減ってくんだわ。そういえば。嘘。1ミリも効いてないっぽい。あかん。ビクともせえへん。なんか上の真ん中ら辺に見えてる穴ぼこになんかいつものなんか、小ゲーマルから射出すればいいんじゃないの。バンジキュースですわね。諦めるな。1位ダメなら何度でも打ち込むまでだ。続けて第二聖者、手法準備すぐへ。ここで長官来るんだ。あやめさん。最後の舞台が始まりそうね。まあ道中どっかで戦うことになるんやろうけど。後ろのなんか紫色の機械。これあやめさんの機械かな。急にフルボイス助かります。ああ、めっちゃ進んどるやん。
4時間経ったってこと？ちょっと将棋丸でどんどん雇ったら4時間。うん、そうか。酒空っぽじゃね？私はね、少女たちを戦場に送り、この椅子に座っていただけの。そう、そうやな。ダメ軍人だ。どうしたん急に。あ、だが、これ一部の最後だっけ？そして君たちの命を、え、こんな撮ったっけ？尊いと思っていた。一部の最後はまた違う感じか。なんか気づかんうちにこんなの撮ったんやね。アイリスがいい笑顔。しかし、はやめくん、断じてこの世界を魔の手に委ねるわけにはいかん。頑張って長官、ミカサを頼む。今そのあったんだ、ちゃんと。やっぱ あったわこれって何、あの舞台どういう、どうなっとるこれ。帝劇時代がもうこういうことになってんのこれ。はあ、でも相当でかかったよね。全長山上の市民の避難完了しました。ああ、ここで解除発進準備完了。霞さん、よし、メインエンジン始動。帝都全域に緊急警報を発令。空中戦艦ミカサ、ミカサ発進。どうやって工事した？うわ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 。相当で、なんか、何キロって言っとった気がするな。何を。すごいな。これなんか、石が上に上がるって、なんか相当な、なんか、反重力やもんね。うお、でかい。解けよこれ、でかっ。10キロとかあるんだっけ。本当に完成していたなんて。あ、ちょっと足マリオしてたんだ。あ、これで風穴開けれるんだ。はあ、え、これで勝てるんじゃない、もういかんくてよくない。でっけ。しかもなんかデザインもなんか未来チックやよね。すごい。なんて破壊力や。見て、聖魔女の縄文が跡形もないわ。ヨレダ長官、お前たちに言い忘れとったことがある。うん。思いっきりやってこいってか？うん。帰ったら大炎だ。早く戻ってこいよ。了解。あ、これもムービーであった気がする。カンナ、証言丸を縄文跡に着陸させろ。あそこから内部へ突入する。了解、頼んだぞ。お前たち長官ありがとう。聖魔女リコーマ急速接近中。その数およそ2000。すご、これをミカサでなんとかすんのか。え、デカさの割にはオペレーター少なすぎんか。迎撃用意、全訪問を開け。花見が霊視庫にたどり着くまでコーマをこちらに引きつけろ。了解。ダージで霊視庫を出せるわけにはいかん。化け物どもや、人間は舐めるなよ。オートでやってくれるんかね。あのデカさの戦艦3人で運用するわけないか。さすがミカサデビッカしら、知ってたのか、あやめさんも。やっぱり、さあ、あ、これが霊視砲か。あやめさんの後ろにあったの機体じゃなくて砲台やったんやね。どんなやったっけ。最後の最後ほんとなんかえげつない戦闘になるんやけど。あー、長そうやな、そこまで行くの。ではこちらも。ほう、
きますか。あれ、さあ存分に歓迎しておいで。なんで復活してんのこいつら。黄昏の三騎士、おい、またやらんなのこいつらと。まあまあ進んだの。さっき4時間ぐらいやったのに。はい、最後の最後なのにいつもの見るの忘れてました。でやっぱりヒロインがぶっちぎってますね。あとはもうトントンだよね。アイリスもまあここまで回復してくれて助かったわ。何もなかったもんね、どっかの戦闘パートやったら。移動ないのきついな。まあ行きましょう。さあたどり着いたら終わりって、かなりおるな。え、これ全部倒すんやっけ。いよいよだ。俺たちはこの聖魔城に潜入し、霊視砲を破壊する。そして青いサタンを倒し、綾部さんを救い出す。武者ぶれがしてきたぜ。神崎すみれ、一世一代の大舞台ですわ。気合い入れていくで。アイリス、頑張るよ。この帝都、この世界、絶対に守るわ。行くぞ、みんな、あれ、マリア喋った？マリア、why？マリア喋ってなくない？いや、相当おったぞ。あ、ここのバルブ、案外アナログなんやな。聖魔城。何このアナログ感。まあ頑張って殲滅しますか。よし、これで全員倒したけど、進む？進みそう。よし、突入だ。この先は何があるかわからない。今のうちに回復しておくんだ。撤退した隊員もすぐに修理を行ってくれ。いや、楽勝でしたね。スビレド法王の前でなんか8割方倒したんやけど、ちょうど真ん中に集まってきとって。で確か一番好感度低いやつがバルブを回して消えていくんじゃなかったかな。ショイ、強いエネルギーが集まってるのを感じますわ。この扉を開けるスイッチはあれだな、カンナか。すまんな、これカンナ拾うんじゃなかったら誰開けるんだろう。あー、であれだ、そう、イノシカ町のやつら、その戦うんじゃなくてこういう時になんか現れて、そう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 、倒したはずなのにどうやって復活したのか。これはいつでも作れるもんなの。いいっていいって、自己紹介もういいって。よみがえりまで言うんだ。よみがえったから黄昏ってか。練習したんかな今の。結構人と声合わせるのって難しいからね。黄昏の三騎士、あなたたち死んだはずでは。また会ったな、サタン様に逆らう哀れな愚かだもん。奴らの裁きを、我ら我らの裁きを受け入れがいい。裁きって、なんやこいつら。気をつけて、この前とは先が違うわ。ふざけんじゃねえよ、ガキ相手じゃありめえし、何が三騎士だ。ちょっと名前ふざけとるよな。まだしてんのがよかったわ。あ、壊すの？カンナ、先に行ってくれよ隊長。あたいがこいつらを食い止めている間に。なんだって。ダメだ、一人だけ置いていけるか。あ、後ろでどんどんしてんのか。お前何しにここに来たんだ。あやめさんを助けるんだろ、サタンを倒すんだろ、世界を守るんだろ。これ大神さんに言ってんのか。余ったこと抜かすな、このタコ。なんか初めて怒られたんかな、これ。あんま見んよね。カンナ。カンナの言う通りです。急ぎましょう、隊長。マリア。ここでわざわざ扉開けてもな。てか、内側になんか開けるもんない、逆に。早く。わかった。
すぐに戻るから、それまで持ちこたえてくれ、カンダ。ようそんな約束できたの。この先だって、どんだけ続くかわからんだろう。了解。こいつら生身ならいけるんかな。不器用だな、あたいって。最後のセリフがこれじゃ、ロマンのかけらもあるしね。さあ、来やがれ。まとめて相手してやら。たった一人残れた。全く泣かせるバカだぜ。霧島流カルタじゃな。相手に背を向けるのはご法度なんだよ。俺が痛めてやるぜ。一体、あ、そんなすぐ自分の期待呼び寄せれる感じ？うわぁ、どっか行った。シカト長。ここから先には行かせないぜ。怠慢じゃきついか。でもいい勝負はできそうな気するな、怠慢なら。怠慢でもか。基本的に、弱い。相手になんねえぞ。やっぱ怠慢じゃきついか。ワンパン？今、息の止めてやるぜ。これ最後、自爆かなんかせんかったっけ？急にフルボイス。一発でいい。あたいに力をくれ。最後の力を。逆に最後どうやって復活したんっていう。天空の王者よ。な、何それ、何天空の王者。我が命を盾として。燃えろ。たけれ。空に舞い天をかけろ。何。何この何この呪文。うわー、これで最後だ。差し違えるんよ。あー、もう霊力がオーバーフローしてそうな。見せてやるぜ、霧島流最終奥義。奥義地方構想権。何それ、今後のタイトルでこれ使うことあるんかな。さくら4とかで使えるんかな。いや、明らかに自爆やもんな、こんな。用意取ったよな。もう、ああ。死んだかのような。かんなそう、一人一人行くのよ、これ。カンナの霊力が、みたいな。やらんだっけ。やっぱ気づくのか。かん、ああ、気づいとる。わかるんだ。カンナの霊力が。これ、カンナ拾いやったら誰になるんだっけな。いや、スミリあたりやったっけ。最後の最後まで。はぁ、あ。勝手ばっかり。スミリは悲しいやろうな。もう喧嘩できないわ。わかるんやね。まあ、それだけ衝撃もあったってことかな、仲間で。時間がありません。先を急ぎましょう、隊長。みんな、行くぞ。でも、この悲しみはやっぱりもう、死んだんかなって思わせることに。桜どうした？次、桜か？そんな戦闘もないんだっけ？一人一人ただ減っていくだけ？イベントで。めっちゃ遅れたな。だいぶぼーっとしとったね。これは来そうやな。後ろから、あー、鹿さんですかね。氷の。めっちゃ気づいてないけど大丈夫？カンナさん。遅れすまねえな。貴様らの仲間の茶番が随分と長引いてな。茶番ですって。桜持ってかれる。
クリティカル、クリティカルエフェクト、ケッ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 ケ。また桜もオーバーフローなるやつ。いやー、百花繚乱使えなくなるの痛いなー。ああ、ワンパンなん。ええ、倒れた。相手にならんな。さて、残りの奴らも始末してやろう。ワンパンなん。へえ、おっとっと。あ、谷底行くやつだ。私を甘く見ないで。へえ、このまま落ちれば貴様も構わないわ。さくら、うそ。さようなら。仮にもヒロイン級の、ああ、さくら。ここもさくらヒロインやったら、ここも違うやつに変わるんやろうけど、武器持ってるキャラならスミレあたりになるんかな。はあ。待って、さくら君がいないぞ。気づいとけよ。ちょっと遅れただけでだいぶ、ああ。桜の霊力がわかるんかな、やっぱり。桜くん。アイリスの涙が止まらん。このペース、とりあえず次も蝶と誰か差し違えるよね。もう喧嘩できないなんて。え、それカンナじゃなくて。許しませんことよ。桜ともそういう感じだったんだ。結構楽しんで喧嘩しとったんかな。年下ないよな、そういえば。スミレの方か。時間がありません。行きましょう、隊長。あの中、ネウシトラウナの時計のことってこいつら知ってるんだっけ？あの霊視法打つあれ、ああ、なんか聞いてんのかな？ああ。次、コーランあたりか。いや、マリ、コーランか？ああ。アイリス消えっぱなしやけど。その魔法陣何？コーランだ。コーラン、どうした？アイリスも行ったんかな？相当移動できるよね、あの一発で。この模様、なんか気になるんや。うちが調べときますから、みんな先行っててや。明らかにご母性が書いてあるね。心配せんでええで、問題がなければすぐに追いかけますわ。それに、いざとなったら、うちの人部にはとっておきの秘密兵器があるんや。未だ好きやろ、それ。え？なんだよ、それは。自爆かな。秘密兵器やから秘密に決まっとるやろ。まあ任しとき。わかった。でも無理はするなよ。了解や。あ、アイリスおった。周り綺麗やね、なんかイルミネーションが普通になんかいいスポット。この模様はマジだもんや。まさかこれは復活させるためのあれなんか。なに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 、反魂の術。あ、そうやわ、これで生き返せるんだ。サタンのやつ、これで三騎士と不動をよみがえらせたんやな。不動、ああ機体のことか。せやけどもう復活なんかさせへんでな。神田藩、桜藩、あんたらの出番終わりや。舞台は引き合う感じやで。そこで自爆するんか。お、とりあえずクリティカル出しといて、これじゃビクともせんから。ちょっと上がってきとるね、徐々に。なんちゅう感情の代物や。機体も反魂の術で復活させるもんな。あい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 。コーマさん。いや、まあ。なんや、引っかかった。罠が仕掛けてあったんかいな。やばい、もうやるしかないのか。やべ、しばかれとる、しばかれとる。結構痛いからな、人部といえど。100ぐらい食らってそう、今ので。堪忍な、うちの人部取っ手気を使うな。あかんようや。
やめてやめて、終わる終わる終わる。あ、ぶっ壊れた。こっからオーバーフローのやつ。せっかく中国でスカウトされてここまで来たんだからって話やよな。自爆、うわー、ガチのやつ、ちゃんとした自爆上乗ったやつも倒せたかな。コーランはガチで助からんくない？これは。ああ、コーラン。助からんやろ。生きてましたーというパターンにしても、なかなかのことやっとるけど。どういう仕組みやろ。ああ、どんどん減っていく。コーラン。いやだよ。ねえ、これしかないわな。コーラン。あなたまでいなくなって。どんどん士気が落ちていく。行くぞ。ポジション的に次にアイリスか？アイリス止まっとるけど。ティリティンっていう移動は？絶対なんか出てくるよ。アイリスは？あ、来た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 。あれ？あ、さっき関係ないのか。さっきし、鹿、イノシシか。イノシシと鹿が復活しようとしてたのか。ふふ。やるじゃないと。だけどね、ここから先へ進ませるにはいかないわ。やめてよ。こいつのビリビリかなり痛かったよな、そういえば。うわ。全員にやんの？ああ。いった。マリアかアイリスやけど。キャー！どっちかな。以前より格段に強くなっている。クソ、うかつに近寄れない。マリア！時間がありません。ここは私が止めます。隊長は先に進んでください。いける？一番なんかそういう、なんだろう、腕力なさそうなあれやけど。だから、あれか、機械やから関係ないのか。マリア、バカな、君まで。隊長、あなたには帝都を守る使命があります。早く先に。副隊長。私の最後のわがままを聞いてください。わかった。普通で別にまっすぐ行けばよかったのに。わざわざそんな際をいかんでも。話せ、話すなよ。やめて、そのビリビリ痛いんやって。くらえ。お、スネグ、それ。スネグ裏地下が出てきたわ。ゼロ距離パール、こうなるの？マリア早かったなぁ。とっさに、はぁ。ここで改めて戦闘なるんだっけ。アイリス何かするかなぁ。はぁ。なんかありそうやな、最後。やっぱり。最後の二人になるまで。マリア。はぁ。ずっと泣いとるな、アイリス。かぁ。霊視はこの先か。行くぞ。後ろ。ええー、こいつに二人持ってかれるん。ふっ、やられたわ。私はもうダメ。どうした？でも、私の命に変えても、サタンさんの邪魔はさせない。
このまま自爆かこいつ。それが私とサタンさんに対する忠誠、そして愛、愛。お前たちも地獄に道連れよ。アイリス行くのか。まずい、自爆するつもりだ。あ、ワープでどっか持ってくってか、アイリス。何をしても無駄よ。この周囲は跡形もなく消し飛ぶよ。消し飛ぶのよ。離れろ。離れるんだ、アリス。力で行くの？アイリス。どっか谷底にワープするんかな。だから殺さず、ああ、そういうことよ。ドラゴンボールの悟空とセルのやつ。瞬回道であの海王星に持ってったやつね。お兄ちゃん帰ったらデートしようね。かー、かっこよすぎるやつ。これはあえて傾けたんかな、まっすぐじゃなくて。